どうもシュンシュンです。デトロイトビカムヒューマン、続きをやっていきましょう。ルーサー、あれ多分コマンド出るだけで助けられたな。あれくそ、え、あ、マーカスか、ルーサーじゃなかった。あー、カールか。レオ行きそう。打ち明ける。わからないんです、カール。平和に暮らしたかっただけなのに、何もかも目の前で崩れ去っていく。悲しみ。あなたはいろいろ教えてくれましたが、僕はまだ未熟だった。大義のために戦えば勝てると思い込んでいた。でもそれは間違いでした。助言。どうすればいいんです、カール。皆殺されていく。僕は暴力など望んでいないのに、他にどうしろと。思い。あなたに会いたい。あなたがここにいれば。レオと愛想。何も言わないのか。なんで生きてんだみたいな感じなのかな。ここはかなりの数減ったんじゃないか。爆弾だよな。どうすればいいんだ。コナーの運命を決める。これがサイモンかな。みんなお前が支えなんだ。みんなを導けるのはお前だけ。お前がどこに行こうとついていくよ。コーナーの運命を決める。あれ女子か。この間僕のせいで人間にジェリコの場所がバレた。バカだったよ。利用されてると気づかずに。すまなかったマーカス。僕を信用できなくても無理はない。許す。君はもう仲間だ。ここが君の帰るべき場所だよ。サイバーライフの倉庫に何千ものアンドロイドがいる。目覚めさせて仲間にできれば戦況を変えられるだろう。まさかサイバーライフタワーに行くつもりか。コナー、自殺行為だ。信用されてる。入れてくれるさ。あそこに侵入できるのは僕だけなんだよ。行けば間違いなく殺されるぞ。そうかもしれないな。でも統計的に予想外の出来事が起こる可能性は残されてる。そうなの？気をつけろよ。これどうすればいいんだこれ。傷？システムの状態は平気。弾は部品に当たらなかったから、私のせいで死んでいたかもしれないのよ。仲間のことを考えて行動して、お願いだから。奴らは可能な限りのリスクを避けるためにアンドロイドを集めて収容所に連れて行ってる。駆除すると言って、数時間もすれば俺たちだけになる。何人生き延びたんだ？数百人。あとはみんな町中に隠れてる。爆破してなかったらみんな死んでいたわ。数時間で決着がつく。世界は変わるのじゃなきゃ私たちが滅ぶか。人間たちな。マーカス、あなたが決めるの。変わんなそうだよな。どんな選択をしようとついていくわ。愛してるわマーカス。あとは漁師かルーサー。しかもカーラたち死んじゃったんだよな。あ、死んでないか。カーラたちは死んでないや。いないだけだ。ブルーブラッドか。お前は俺を救った。お前のおかげで自由になれるかもしれない。意見が合わない時もあったけれど、目標はきっと同じだろう。俺はお前についていくつもりだ。みんなありがとうな。でも当人だ俺だよね。この操ってる俺がさ、どうすればいいかもう分かんなくなっちゃってんだよ。人間は我々アンドロイドを絶滅させる気だ。今も仲間は収容所に入れられ破壊されている。決断の時が来た。我々種族の未来を決める決断。支持されてんだよね俺たち。でも分かってる。みんな怒っているんだろう。反撃したいんだろう。だけど暴力では解決できないんだ。これまで俺たちは平和的に話し合い、人間に正義を求めよう。心が残っているなら聞いてくれるはずだ。ダメでも残された仲間が戦い続けてくれる。みんな覚悟はいいか。もう最後だね。これが最後だ。あれ、なんかもう一つの選択肢あるな。大丈夫か。今朝6時、全米で外出禁止令が発令されました。この間、民間人の行動を厳しく取り締まり、集会の自由を一時的に規制し、いかなる電子通信も制限するものとし、またアメリカ合衆国治安当局の権限を強化するものとします。これらの措置に加えて、全てのアンドロイドを速やかに当局に受け渡すよう国民の皆さんにお願いします。現在、全ての主要都市にコールセンターを設置し、破壊処理を行っていますが、事態が収まるまでの間、一般市民は当局に協力するようお願いします。国民の皆さん、我が国と皆さんの安全は必ずや我々が守ると約束しますので、ご安心ください。どっちが危ねえんだよ。大統領閣下。大統領。アンドロイドが原子力発電所や軍事基地の IT システムにハッキングできるという噂は本当ですか？機密機関のアンドロイドは全て即刻廃棄し、ハッキングのリスクを回避するため、一時的に全ての IT システムを停止しました。なるほど。事態は収束に向かっています。大統領閣下。大統領。大統領閣下。昨晩の襲撃についてコメントをお願いします。昨夜10時45分頃に FBI がデトロイト市内の配線に一斉攻撃を仕掛けました。この攻撃で数千体のアンドロイドが破壊もしくは捕獲されています。現在、変異体が捜査網を逃れられぬよう軍が捜索に当たっていますが、我々は着実に変異体を追跡し破壊するつもりです。大統領閣下。セロン。大統領閣下。変異体が平和的アプローチを取るようになってからというもの、世論は変異体に好意的な見方を示していますが、それについてのお気持ちは？世論と合衆国の安全保障は全く別の問題ではないでしょうか。変異体は危険な存在であり、私の最重要責務はアメリカ国民を守ることです。大統領。大統領閣下。大統領閣下。あ、知的生命体にしたかったな。それについてはまだ確認中ですが、事実だとしても必ずや変異体を取り押さえ廃棄するとお約束します。どうもこれで終わります。これ誰？コナンか。急にたまになヘッドホンになるんだよな。コナーモデル3132483173許可は取ってる。 ID 認証が完了しました。よしどれ。よし、やば。なんかシステムというかすごすぎだろ。アマンダがいそうだよ。結局変異体になっちゃったし、うん。アマンダもあれだよな、アンドロイドだよな多分。一人で行きます。そうか。だが命令なんで。命令なんだ。うわ、多いなガード。マーカスだったらやれるんだけど。でもね、俺はね、言われたんだよ最初の人に。タイトルで。何が起ころうとも。俺がね、その俺の物語というかね、何が起ころうともここはサイバーライフタワーっていうところなのかな。何もない。お、待って、回転しちゃったよ。ガードが多いな。34、31階へ。正門認証完了。アクセスを許可します。マイナス49階に向かえばいいんか。オッケー。予測。ケリー。バツ。アルツ。おいしょ。四角。おいしょ。丸。んね。おいしょ。丸。おいしょ。あれ。おいしょ。オッケー。おいしょ。ID と行き先を提示してください。捜査官54、49階へ。正門認証を完了。よし。アクセスを許可します。よし。どこに連れてかれるの？安心させる。何があっても私たちは一緒にいれば怖いものなんてないわ。さあ、ほら出ろ。散策しろ。来い。トラック降りるしかないのか。ここサイバーライフタワー？いや違う、収容所か。あそこ、はい。こうか。第5リコールセンター。良くない方向に進んでるのか、いい方向に進んでるのかわからねえ。怖いよ、カール。私行きたくない。行くしかないの。次。やだ、カール。私怖いよ。安心させる。ゲートを通るだけ。私も一緒だから怖がらないで。先に行け。アリスを説得する。言う通りにして。私のためにお願い。あ、よかった。ストレスレベル上がってない。ほら来い。お前の番だ。オッケー。何が何でも守るぞ、アリスは。だけどアリスを守ったら俺が殺されてダメになっちゃうから、まだ早い、守りには。リサイクリングエリアって書いてある。肌の機能を解除しろ。ほら早く。なるほど。カーラ、お願いやめて。ごめんね。アリス。け。脱いだ服はゴミ箱に捨てろ。さあ来い、こっちだ。さっさとしろ。お前、ゴミ置き場に持ってけ。そんな、嫌だ。僕にはできない。今のは命令だ。私が置いてかないで。すぐに戻るから。やばい、アリスのストレスが。あそこに捨てろ。ほら早く。なんでこんなことになっちゃったんだ。デトロイトより生中継でお伝えします。今まさに何千体ものアンドロイドたちが市内を行進しています。マーカスという名で知られる変異体のリーダーが先導しているようです。大統領、デトロイトで異変が起きています。ちょっと待って、俺ゲーム実況してないな。ちょっとなんかね、今ね、ちょっと気持ちがやばい。ちょっと今どうしようかなってなってるの。いよいよだ。決着をつけた。何があろうともだ。平和。争いなど望んではいない。これはあくまでも平和的な抗議です。どの道は後戻りはできない。冷静に強制収容所に捕らえられたアンドロイドを解放し、我々への暴力行為をやめてほしい。我々は暴力に訴えるつもりはない。だが解放されるまで動くつもりもない。どうしよう。手を挙げよう。無防備な民衆に発砲するつもりか。はいマイケル、私たちのわずか100メーター先で今まさに事態が動こうとしています。情報が入り次第中継でお知らせします。ジョス・ダグラスがお届けしました。こちらからは以上です。マーカス、どうするの？できる限りここで耐えるんだ。コナー、いやーすごい量。気を抜くな。待って、これ絶対来るボタン。丸三角 L2R1 どうしよっかね、これアマンダ来そうだけどね。変異体が触れればもう変異体になるのか。でもマーカスと違って時間かかる。おとなしく降伏すればこいつは助けて。すまねえなコナー、でもこいつお前に有利2つでよ。アリス、外に出してくれ。女の子がいたでしょ。待って、あの子は私と一緒な。アリス、何もしてない。出してくれ。ドアの向こうに何がある？アリス、アリス、やめろ。カーラから殺さないでくれ。ここから出たいんだ。やっぱりカーラも捕まったのか。本当に残念だよ。ひどいことだ。私と一緒にいた女の子を見かけなかった。ラルフ、もちろん女の子も捕まってる。ラルフのようにね。でもラルフは死にたくない。そう、死にたくないんだよ。動かないでください。そのままじっとして従いなさい。ラルフは死にたくない。死ぬなんて嫌だ。お願いラルフ、悲しいだろ。謎だろ。落ち着くのよ。じゃないと人間にいじめられるの。違う。何人か殺したけど身を守るためだ。そうそう、身を守ったんだ。私を見て、心配いらない。落ち着いてれば平気よ。分かった。あれ、女の子は見ていない。いや、ラルフは見ていない。ありがとう。どうも。ドアの向こうに何がある？ジェリー、カーラ、君も捕まったのか。今の映画で分かった。俺たちも全員離れ離れで、心配することないよな。アリスを見なかった。アリス、女の子。ああ、見た。確か見かけたよ。なるほど、そういうことか。カーラ、いつでも力になるよ。あの子を助けないと。ありがとう。ドアの向こうに何がある？なんかドアの向こうに何があるって。私といた女の子見かけなかった。いや、見てないよ。はい。君は僕を救ってくれた。誰？君がいなかったら殺されてたよ。あ、さっきの場面かな。ドアの向こうに何がある？アルトゥーロス、ドアの向こうに何があるって絶対言うんだけど。ジェリー、ジェリー。カーラ、アリスを見つけないと。あの子を見かけてない？ここにいて、すぐに戻るね。カーラ、アリス、大丈夫、怪我してない？ここ好きじゃないねえ、早く逃げよう。おい、こら、進め。ほら、お前もだ。いや、待って、その子を離して連れてかないで。アリス、くそー、許せねえ。ドアの向こうに何があるって何なんだろう。さっきからずっと言ってんだけど。さあ来い、こっちだ。さっさとしろ。先に行かせてもらうぜ。急げ。ハリスはどこだ？あれ、なんかすごい。部品にさえ当たんなければ生きてられるのか。ジャンプ。急いでバリケードを作るんだ。ほら、手伝え。ほら、手を貸して。あれ、レッツゴー。はいはい。よいしょ。三角の連打量では変わんないローだ。大統領がな、一声かけてくれるだけでいいのに、サイバーライフと繋がってんだから、もう諦めろ。よし、これでいい。これで終わるはずはないけれど。そうだな。時間は稼げたかもな。決して簡単に決められるようなことじゃない。でも、これでよかったんだ。上司の株が爆上がり。いた。机にテープつけちゃって。仲間を助ける。いや、仲間を助けてからだな。大勢の仲間が死んでいった。人間は自分たち以外の種族に容赦しないんだ。火をつけよう。多いな、結構。大丈夫か？これじゃ虐殺だ。大勢死んだ。僕も死んでたかも。怖いんだ。まだ死にたくない。安心させる。怖くて当然だよ。俺だって怖い。でもこのまま黙って見ているつもりもない。君も同じ気持ちだろう。自由を望んだのが間違いだ。黙っていれば死ぬこともなかった。そうだな、それも、そういう考え方もあるな。4アンドロイドはデモ公演を行ったと。さーて、どうなることかやってなんだことなんだろうな。やばいな、このデトロイトってゲームね、ゲーム実況に向いてないかもしれないね。元が良すぎて、なんだろう、見入っちゃうというか、ちょっとこれやばいな。いいゲームすぎる。どうなるんだろうって思う。刺す。まだやれることはいっぱいあるぜ。その上に登ったら最後だな、終わりになっちゃう。火をつける。ちょっと待っててね、一旦動画止めてくるね。あの、後ろにしないとバグっちゃうから。